今日はこの歌舞伎音楽習性から七丁目崩しっていう曲と、この七丁目崩しから寄席風にアレンジしたという辰巳っていう曲を弾きます。で、この七丁目っていうのは七丁目囃子っていうのがあったり、この七丁目っていうのがお囃子のこの、ま、祭り囃子の一つのこの音なんですね。お囃子なんです。で、そこにこの塩原たすたすけ一代記っていうのの炭や開業の場面で炭火を運ぶところに作曲したものということでして、こちらの本ではですね、こちらの本ではこの俵運びの相方として題名がなっています。そしてまたは七丁目崩しとも呼ばれているということなんです。ですので、ここで弾いてる、この俵屋のとこで弾いてる感じのとこはすごくのんびりして、祭り囃子で楽しい感じなんですが、ここの、この本で紹介されてるのは、魚屋宗五郎のね、宗五郎のが家で酔っ払って、やでも鉄砲で持ってこいっていう、修羅振り役を発揮するとこで使われてるというふうに書かれてます。で、まあ、動画で探したところ、ちょうどありまして見たところ、この最初はゆっくり弾いてなんでいいみたいな感じからだんだんと酔っ払っていくのにずれてだんだん速くなったり、最後にこう花道ピシッと決めて引っ込むところもこの曲は入ってるんです。で、ここにこれがとても名選曲だと言われてると書いてますけども、本当にとても素敵です。この俵運びののんびりしたのから全然違うんですね。ということで、俵運びの方はどっちかというとその寄席囃子の辰巳っていう方に似てますけども、まずは、その魚屋宗五郎風の感情がこう動きまくるところ、激しく盛り上がるところの感じで、ちょっと早い感じで弾いて、それから辰巳は寄席風に吹きます。まず、歌舞伎の下座音楽の方ですけども、これは5本ですね。歌舞伎の下座ですから。で、出だしが、始まるんですけども、その俵屋運びのこちらの CD で聴いたのは本当のんびりした感じで、みたいな感じなんですけども、魚屋宗五郎の方は酔っ払ってガーッとなるところですので、ちょっと早間のノリで弾きます。この曲には。で、特にこれ花道の低めのところでガーッと速くなっていくのがとてもかっこいいです。で、次は寄席囃子の方で辰巳ですけど、これは音がとっても高くなるんですね。8本ですから、はい、まあ、こんだけ高くなるとそれだけでも軽くなりますね。で、ここは出だしの、音が違って、なんです。これだけで軽い、なんていうんですかね。なんか砕けた感じになりますよね。あとは、ま、全体に短くしたっていう感じですね。ここが大きく違います。それと、こう、ノリですね。弾むノリ。Thank you.
もう随分感じが違いますね。でも基本となる曲がいい曲なんだなというのはよくわかりました。